チオンミューディア。この番組はアーティスト応援ファンダムメディアミューディアにボイシーのあの人気音楽雑談番組ロッキンボイシーの出張版でお届けしております。さあ夏休みいかがお過ごしでしょうか。今日はスペシャルゲストにお越しいただきました、高松裕二さん。はい、よろしくお願いします。株式会社ソナユ代表を務めております高松裕二です。よろしくお願いします。イエイ、待ってましたよ裕二さん。よろしくお願いいたします。はい、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。はい、あのボリューム0ではですねミューディア事務局の、チョロさんが出演いただきまして、はい、まあ、今日はなんと代表の高松さんがということで、すごいスペシャルニュースがあるということで聞いてるんですけど。はい、いやもうねスペシャルニュースでございます。ですよね。我々がですねもう10年越しの思い、はい、10年越しの思いを世の中にぶちまけようきました。はい、新しく M パスっていうんですかね。はいはい、うん、ちょっと早速なんですけど聞いても大丈夫ですか。 M パスって何でしょうか。はい、まあ、10年越しの思いって、まあ、今話しましたけども、あの M パスっていうサービスをですね、実は、9月から正式に、サービスをスタートさせることになったんですけども、なんとなんと、その M パスなんですが、元々我々、まあ、コロナ前にはかなりやってたんですけど、定額制のライブ行き放題サービス、はい、ソナーユーっていうのをやってまして、まあ、それがまあ会社名ソナーユーなんですけど、うん、まあ、実はあんまり、ね、今ほとんど知らないかもしれないですけど、まあ、2015年から実はやってまして、うん、はい、実は世界で2番目にあのスタートした定額制のライブ行き放題サービスだったんですけど、世界で2番目だったんですね。はい、そうです。2014年にジュークリーっていうサービスが世界で一番最初にライブ行き放題サービスができて、まあ、我々2番目で、スタートしたんですが、はい、まあコロナになってですね、皆さんご存知の通り、うん、ニッチもサッチもいかなくなって、まあ、今ミューディアっていうサービスだけが残っている状況になっているんですけども、まあそのもともと我々がやりたかった定額制のライブ行き放題サービスのためのメディアを作るためにミューディアっていうのを作ったんで、ね、あ、確かにミューディアはミュージックとメディアを足してミューディアになったって話を聞けました。そうなんです。やっぱりね、まあ、街中のエンターテインメントのメディアをしっかり作っていこうっていうところで、まあ、ミューディアというサービスを作ったんですが、まあ、コロナで、まあ、本来やりたかった定額制のライブ行き放題サービスというのがちょっと、全部、まあ、ストップしたというかですね、まあ、なかなか伸ばせるような状況ではなかったっていうところで、粛々とやっていったんですけども、それを、まあ、ミューディアの一サービスとして、ミューディアのサブスクリプションサービスとして、サービス機能を移行させてですね、うん、はい、M パスという名前で新たに再出発というところで、うん、まあ、もともと定額制ライブ行き放題サービスの機能で、昔から思ってたんですけども、リアルイベント、リアルのライブで、ディグル。ディグル。はい、アーティストの、ね、素敵なライブを、まあ、ディグっていいアーティストというかですね、アーティストのファンの出会いを作っていくという新しい体験を、まあ、ユーザーに提供していくサービスになります。はい、なるほど、行き放題サービスですか。夢のようですね。そうなんです。ライブ好きにとってはね、夢のような話だと思いますし、またね、なかなかライブに行きづらかった人たちだし、まあ、特定の、ね、好きなアーティストさんがいなくても、まあ、ながらで、まあ、聞く方も、まあね、Spotify とか Apple Music とか定額制の聞き放題で、まあ、好きなアーティストはいなくても実際ね、いろんな音楽聴いてらっしゃる方もいらっしゃると思うので、うんうん、まあ、そういった体験をリアルのイベントで、まあ、ディグレる体験、まあ、これが、どん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 世の中に普及することによって、またアーティストの、ね、支援、イベント主催者の支援につながるっていうを目指して、できたいなというふうに思って、まあ、再出発とか、というのを、まあ、決めたっていう感じですね。いやー、素敵ですね。でも私ちょっと気になってたんです。さっきからディグルっていう言葉をよく使われてるんですけど、はい、ディグルって何ですか。まあ、ディグっていうのが、まあ、掘るっていう話なんです。
けど、はい、英語で DIG ですかね、ま、あそうですね DIG で、あのもともとそのレコードをディグルっていうか、まあ、ディグするっていう、あレコードを探すときにこう掘るっていう、はい、あまあジャケ買いみたいな感じだったりとかするんですけど、うん、まあそういった感じで、まあまだ出会ってない、音を探してる時代があったんですけど、うんうん、まあそれはまだ出会ってないイベント体験っていうのを、まあみんな楽しむっていう感じですね。まあいろんなアトラクションをディグルみたいな、ああいいですね。感じで、まあ日々、街中のエンターテインメントを楽しむような、はい、体験を提供していきたいなという。わあ素敵。でそのねお名前商品名が M パスということなんですが、はい、M パスもこれかっこいいですよね。綴りが M P A X X で M パス。はい、はい、これの名前の由来もお聞きしてもいいですか。はい、まあメディアが、まあ、ミュージックメディアになるんですけども、まあそれと、リアルイベントをつなぐっていうところで、まあ、オンラインとオフラインっていう言葉が O2O ってありますけども、はい、まあ、それのリアルイベントと、まあ、メディアを、まあ、つなぐパスという意味で、M パスというところですね。まあ、パスも通行券とか、ね、アクセス証みたいな話もあって、あ確かに、はい、まあ、そういった意味合いも込めてやってるっていうのと、まあ、あと M パスのですね、MPAXX って M パスって言ったらパスって言ったら PAS S だと思うんですけど、ああ確かにその S を X にしてるんですけど、うん、はい、まあ、そこはですね、なんて言うんでしょう、オンラインというオフラインだけでなくて、まあ、今後ちょっとね、あのオフラインというオンラインという意識していかないといけないんじゃないかっていう相互方向で、そのまたイベント、リアルイベントをメディアに上げて、まあそこで楽しんでいる人たちをオンラインで可視化していくっていうところの意味を含めて。なるほど。このパスの X は双方向の X。そうですね。X。今ちょっと飛んでみました。ああ、そういう意味が込められてるんですね。そうなんです。はい。まあそれで、まあね、まあ、ライブの行った人たちがどん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 ライブ体験っていうのを世の中に発信していって、うんうん、はい、まあ、街中のエンターテインメントが面白いよねっていうところがまたね広がっていければ、どん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 、まあね、アーティストの応援だったりイベントの応援っていうのが増えていくんじゃないかなというところで、はい、イメージして M パスというサービスになってます。なるほど。まあ、確かにコロナ禍になって、まあ、オンラインでの参加が中心になったイベントとかもあったと思うんですけれども、まあ、それがまたリアルイベントが増えてきて、このリアルから、ね、これいいよとか、まあ、最近ライブでも撮影可能なものもたくさん増えてきているので、リアルなものをオンラインに上げてもっと広げていくっていう、うん、オンラインにしたものをリアルにじゃなくてこうリアルをオンラインにっていうその双方向に、うん、こう広げていくっていうその意味も込められている M パスということで、皆さんお名前を覚えていただければと思います。で先ほど、ま、10年の思いを込めてという話があったんですが、まあなぜ今かっていうことですよね。2024年の9月、うん、はい、まあ、なぜかというとですね、まあもうコロナもね落ち着いて、まあ、またコロナ流行ってますけどもうねこれはまあこう普通のねこういろんな、まあ、風邪とかねそういう感じになってきてますけど、うん、そうですね、まあ、今がベストなタイミングなんだというようなことではなく、この、はい、まあ、やっぱね事業をしていく上で、まあ、いつやるべきかっていうタイミングがたまたま今だっていう、うん、話にはなってくるんですけど、まあ、結局2015年から始めて、はい、でまあちょっといろいろあって、まあ、2019年12月にコロナがあって、でそこから、2020年は、まあ、ほとんど定額制のライブ機放題ができなくなってっていうね、でそこから、まあ、メディアのオンラインイベントっていうのが、まあ、普及したというか、まあ、そっちがメインどころになってたんですけ
れども、ようやくAR イベントの開催もどん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 増えてきていますし、でまたやっぱりこうなんていうんですかね、新しい楽しみ方体験っていうのが、まあ、世の中にどんどん広がってきてるなっていうのもありますし、あと一番大きいのがやっぱりこう生成 AI がまた、まあね、どん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 普及してきて、はい、AI、まあ、それも大きな要因というかですね、ほう、やっぱりやるべきなんじゃないかっていうのが、まあ、腹をくくれたっていう言い方変ですけど、やっぱりもう一度事業を起こすって大変なんですよ。そうですよね。まあそのね、一旦ね、まあ、そのコロナで収束してしまった、まあ、事業をもう一回立ち上げる、まあ、ケツを叩いてたのは、やっぱ生成 AI の影響は大きかったかなって思います。これなぜ、はい、ちょっと大きかったのかっていう説明させていただくと、もともと、まあその、もともと我々がその M パスというか定額店ライブ行き放題サービスをやらなきゃいけないんじゃないかっていうのが思ってたのが、やっぱりこう情報型、まあ10年前から、まあ、もう言われてたというか、もっと前から言われてると思うんですけど、オンラインの情報って増える一方なんですね。はい、確かに。うん。まあこれはまあ、昔も今と変わらないんだけど、まあ、余計にこの生成 AI が普及してきたことによって、まあ、言うなれば、まあ、極端な話にすると、まあ、極端でもないかもしれない。毎日10万曲ぐらい、誰が作ってるか分かんない曲が世の中に放出される可能性もあるわけです。ああ、10万曲。とか、もう何十万曲か、もう可能なわけです。そうですよね。確かに。うん、でそういうことが起こっていったら、なおさら、まあ、そのオンラインで聞いてもらう確率っていうのがもうかなり厳しいというか、あ、うん、やっぱ動画も、まあ、今はね TikTok とかで集客とかつながってますけども、うん、まあ、これがねどん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 動画飽和していった時に、まあ、もちろんね、その生成 AI のチェッカーとかがあって、まあね、AI の動画は、まあ、削除されるとか、まあそういうのね、できるかもしれないですけど、それに多分いたちごっこだと思うので。すごいですよね、最近本当に。そうなんですかね。で、その動画もやっぱり、もう見られる確率っていうのが、やっぱり大変になってくる。ああ、なるほど。うん。っていうのと、まあそこで言うと、やっぱりそのリアルのコミュニティ、やっぱりオンラインでどんだけ発信してても、どういう人たちが本当に人間なのか、ああ、なるほどね、受けても人間なのかっていう、結局、本当にそのリアルで、足を運んでくれそうなお客さんなのかみたいなのが、うん、やっぱりそこでの出会う確率っていうのはもっともっと少なくなってる、うん、やっぱり大変な時代なんですよね。でしかも、うん、そのまあ、やっぱり情報型で曲がどん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 こう、ね、発信される時代、誰もが発信できてという話になってくると、やっぱりこうなんて言うんでしょう、こう昔は、まあ、昔というかもう本当に昔ですけど、僕が現役の時とかはもう一発売れたらミリオンセラーが出たら、まあ、不労所得50年の、ね、権利収入っていうのがあったわけなんですけど、はい、まあ、今、ね、売れたとしてもカラオケでもなかなかもう流行り廃りが終わったら歌われなくなるっていうことになってくると、やっぱり印税の収入を期待してるアーティストもやっぱほぼほぼいなくなってくる。やっぱりアーティストって、そのなんていうんですかね、結局自転車操業みたいな感じじゃなかったんですよ、うん、何か一発当てれば、うん、聞きますよね、確かに。そうなんですよ、50年の権利収入もあってっていうので、で、まあ、ストックビジネスという言うならばストックビジネスとしてあるから、まあみんな頑張れるっていう時代だったと思うんですけども、なかなかそこがうまくいかないよみたいなんで、まあ、まあもちろんファンクラブとか、っていうね、のが普及してたりもしますけど、まあその中で、まあイベントもね、やっぱりそういう時代に合わせた形で、そのただ単に、まあもちろんチケットを売って、ライブを行うっていうビジネスモデルも、もちろんなくならないと思う。まあそういった形で、まあ、CD 売ってサブスクがあってっていう時代の変化の流れと同じような感じで、
っぱりライブの体験するのもどん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 変化していく。そしてそのリアルの、まあ、その一番ね、そのを支えてくださる、まあ、街中のエンターテインメントを楽しんで応援してくださる人たち、まあ、世の中にもっともっとか、あ、こういう風な楽しみ方してるんだっていうのを可視化していって、まあ、そういう文化を広げていくことによって、まあ、もちろんそのチケットで販売して集客するイベントももっと盛んになるだろうし、うん、まあ、今ねやっぱりこうチケットの値段だけ上げていかないといけないっていう対策しか取らないといけないっていう状況な、うん、高くなってますね、もうそれは、うん、まあ、人口減少ね、所得が今ね上げようと必死ですけど上がるのかどうかわからない、うんうん、実質ね賃金は、何十年も10年もかな、なんか下がってるみたいな、はい、記録更新みたいなの言ってますけど、まあ、その中でねやっぱチケットの値段だけ上げていくっていう戦略、まあ、チケット値段上げるのももちろんいいんですけど、うん、悪くはないんですけど、やっぱそうファイトとしては減るじゃないですか、うん、確かに、だってお金が限られてるっていうか、うん、消費者の時間も限られてるしお金も限られてますので、うん、まあ、その中で言うとやっぱり絶対に減るよね、増えることない、うん、うん、ことになってくる。もちろんインバウンドをね、まあ、集客する仕組みとか、まあ、そういういろんなやり方あるんですよ、うん、まあ、やっぱあその一ユーザーに対してライブに行ってもらう回数の体験をいろいろ提供としていくっていうことに対していくと、やっぱそこも策としては打っていかないかなっていうので、まあ、誰もやってないし、まあ、まあ、10年経っても誰もまだやってないっていうか成し遂げてなかったんで。なるほど、まだ世界で2番目のままな感じですか。いや違うんですよ、ジュークリーがですねなくなったんで。おっと、ということはもう実質であのこのサービスを世界で多分一番長く考えてる、世界で一番長くな考えてるのがここにいらっしゃる曽我雄二さんということですごいな。いやいやいや、だからこそもうチャレンジしよう。なるほど、うん、いやでも気になるのはお値段っていうところで、さっきライブハウスのチケット代とかもやっぱりコロナ前に比べると、まあね、いろんな物の値段、物価も高くなってるともあると思うんですけど、ちょっと上がったなって感じがしているんですが、うん、M パスのお値段最後に聞いてもいいですか。はい、あの M パスはですね、あの月額で、まあ、2つの種類の、まあ、会員のサービスがあって、1つはあの300円のクーポン単位。おお、300円。そうなんですよ、それはあの地方代サービスとかじゃなくて、その入隊サービス、まあ、ドリンク代が割引かれるよ、まあ、チケット代が割引かれるよみたいなものなんですけども、そのイベントの主催者さんがこのイベントは優待で、入れますよっていうのを掲載していただくクーポンライブっていうのが、あの全部予約して、まあ、優待を受けられるサービスがクーポン会、はいはい、になります。でもう一つ、はいはい、もう一つが、まあ、そのフリーパスで行ける会員さんが、まあ、フリーパス会員、フリーパス会員、はい、それが2200円です、月額。月額2200円ですか。そうなんです、これでもですね値上げしたんです。え2200円って1回ライブもっと取れちゃうぐらいじゃないですか。まあ、それぐらいの勢いありますよね。はい、はい、まあ、とはいえね、はい、何十万ね、あの何千万曲が聴けるね、あのね、サブスクが、ね、1000円もいないわけなんで、うんうん、まあ、それで言ったらやたら高いですね、サブスクです、価値がある。いやいや、でもリアルにね、そこからのやっぱり音を浴びれるっていう体験価値っていうのは、うんうん、あのまあ、特に、ね、リアルの価値がこのコロナ禍にあって上がったとも言われているので、うん、それで2200円は、はい、これは入るしかないですよね。まあ、もちろんね、じゃあどんなライブだっていう話なんですけど、うん、まあ、そのまあイベントのね、提携してる主催者さんが提携してる、まあ、イベント、あの主催者さんがやってるイベントの中で、まあ、このイベントだったら、あのフリーパス会員さん来ていいよっていう、まあ、イベント、うん、を掲載していただいて、まあ、それが、
自由に、まあ、フリーパスイベントとして行けるっていう。でもちろんあのクーポンイベント、クーポンライブ、まあ、優待のライブももちろんあのそのフリーパス会員さんはクーポン優待として、ライブに行ける、はい、って感じにはなるんですけども、まあ、そのフリーパス会員っていうのはフリーパスライブ、まあ、提携してるライブの主催さんがこの掲載してるフリーパスライブを、まあ、フリーで、まあ、ドリンク代だけで出るっていうような感じですね。いいですね。 M パス月額2200円ということで、ちょっとまたせっかくなので次回はもっとこう M パスのメリットとか、これアーティストの方もどうもメリットがあるということでお聞きしているので、ぜひ詳しいところをまた聞かせていただければと思います、はい、ということで本日のゲスト、株式会社ソナーユ代表のソナーユージさんでした。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまた次回も聞いてください。キープロッキン。